可能塩梅です。本日のテーマはパープルデイ啓発チャンス到来についてお話しします。皆さんパープルデイをご存知ですか？毎年3月26日は世界的な転換啓発活動の日でパープルデイと呼ばれています。パープルデイは7歳で転換と診断されたカナダに住む一人の少女キャシディ・メーガンさんが9歳を迎えた2008年に周囲に転換を打ち明けた時の葛藤がきっかけで生まれました。転換によって差別や孤独を感じている人たちに国際的イメージカラーであるラベンダーの紫色を身につけて、あなたは一人ではない、応援するよと伝えるために始まった活動です。世界中で賛同が広がり、さまざまな活動が展開されています。転換の啓発って言われても何をしたらいいの、どんなことができるの、そんな皆さんのためにこの動画では出鼻をくじくのが効果的、あっけらかんで転換への誤解や偏見を吹き飛ばすについてお話します。最後までこの動画をご視聴いただくことで、転換と付き合いながら自分らしく生きるためのヒントをお伝えできると思っています。このチャンネルでは転換小話や転換の基礎知識などを紹介しています。毎週水曜日に新しい動画を投稿していますので、チャンネル登録お願いします。転換への誤解や偏見を吹き飛ばすには、出鼻をくじくのが一番です。相手がどんな反応であろうと、何を言おうと、あなたがあっけらかんと笑顔で吹き飛ばしてしまえばいいのです。大概の人は転換がどんな病気だかよく分かっていないんです。だから変な顔、変な反応をする、転換だからじゃなくって、よくわかんない病名だから脳とか言ってるし、そんな程度で怖いなって思っちゃってるだけなんです。あなたの反応が相手の転換のイメージを決めるかもしれません。誰もが雰囲気に飲まれやすいですからね。相手のネガティブな反応に飲まれちゃうよりも、自分のポジティブな雰囲気で相手を飲み込んでやればいいのよ。では具体的にどうやってって知りたいわよね。シチュエーション別に紹介していきましょう。まずは一つ目。転換って失神して痙攣を起こす病気でしょと言われた。まあ間違ってはいないんだけど、なんだかモヤモヤ。チャンスです。モヤモヤしてる場合じゃない。やったー、その考えやばいよ。今時転換が失神して痙攣する病気だなんて思ってるなんてやばいやばい。転換がどんな病気か知らないなんて危険だよ。いや、今日私に会えてよかったね。もしかして転換は子供がなる病気だなんて思ってないよね。いやー、危ない危ない。そんな考えじゃ自分や自分の家族が転換になった時に見逃すよ。転換は100人に1人いるんだよ。誰だってなるんだから、他人事だなんて思ってるとやばいよ。子供の転換以上に高齢者の転換も多いからね。うつ病や認知症だと思ってたら実は転換だったってこともあるのよ。一瞬知識が飛んだだけで本人は気がつかないで実は転換発作だったなんてこともあるし、え、これが転換発作だったのなんていう発作がたくさんあるのよ。いい YouTube 紹介してあげる。転換のことがよくわかるから、可能塩梅の転換小話チャンネルっていうの。転換って言うと痙攣失神、いきなり倒れるんでしょと言われたらチャンス到来。啓発のポイントは他人事じゃないのよ。あなたやあなたの家族が今転換かもしれないし、これから転換になるかもしれないから、見過ごさないためにも知っといた方がいいわよって自分事として関心を持ってもらうことです。他人事だから知らないから関心がないだけなのよ。自分事だと思ったら転換のこと知りたいですよね。初めて出会う転換当事者があなただったら、あなたの反応が転換のイメージを決めるかもしれないんですよ。誰もが雰囲気に飲まれやすいですからね。相手のネガティブな反応に飲まれるよりも、あなたのポジティブな雰囲気で相手を飲み込んじゃえばいいのよ。あっけらかんとね。
転換は哺乳類である限り誰もが起こりうるのよ。犬も猫ももちろんあなたもよって、けいれん発作だけなんて思ってると転換見過ごしちゃうわよって。え、そうなのって食いついできたら成功。次に2つ目のシチュエーション、転換であることをなかなか打ち明けられません。ヘルプマークつけてると席譲ってくれて、どこか悪いんですかなんて聞いてくる人がいるんです。転換だって言えなくって、もう本当は治ってるのに、ちょっと膝がなんて言っちゃうんです。いいんです、いいんです、そんな見ず知らずの人に自分の病気のことベラ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 喋んなくたっていいんですよ。でもね、草の根活動っていうか啓発チャンス到来ってもし思えるんだったらば、ちょっと試してみてください。私の場合はこんな感じです。ああ、これですか。私転換なんです。薬飲んでますから発作はめったに出ないんですけどね、念のためにつけてるんですよ。まあ、お守りですね。まあ、じゃあ痙攣とか失神とか大変ね。あ、私の発作そういうんじゃないんです。転換の発作っていろいろですから。あら、そうなの。でも小さい時からずっとじゃ大変ね。うん、いや、私中年になってからです。あら、中年でも転換になるの。なりますよ。最も一番多いのは75歳以上ですからね。まあ哺乳類なら犬も猫も人間も誰でもなりますからね。え、じゃあ私も。もちろんですよ。100人に1人は転換ですからね。あら、大変ね。全然発作だって気づかないでいる人に比べたら、私薬飲んで発作抑えてますから、ラッキー。個性がありますから、みんながみんな私と同じようにっていうわけにはそりゃいきませんよね。自分らしく伝えたい人に伝えたい時に伝えればいいんです。ずっと伝えなくたって一向に構いません。ただポイントは、伝える時には深刻にならない。深刻に伝えたら深刻な病気だって思われるでしょ。あっけらかんと伝えたら相手もライトに受け止められるから、よくわかんないけどあっけらかんとしてるから気楽に受け止めていいのかなってね。最後に3つ目のシチュエーション、これはかなり上級者編です。子供が転換だとわかったら、妊娠中にあんたが熱を出したからじゃないの、知的障害が出たらどうするのよと夫の母に責められた。そんな時はまず笑っちゃいましょう。やだお母さん、今時そんなこと言ってたら恥ずかしいですよ。何も知らないって自分で言ってるようなもんですよ。転換は100人に1人誰でもなりうるんですよ。子供よりも高齢者の方が多いんですから、お母さんもなる可能性があるんですよ。お母さん、今度いい本送りますよ。転換のことがよくわかる本って言うんですけどね、一目でわかるイラスト図鑑ですから、すごくわかりやすいんです。急に孫が転換だって聞いたら不安ですものね。この本読めば安心できますよ。私もね、この本で安心できたんです。心配してくださってるんですよね。ありがとうございます。一緒にこの子の転換のこと勉強してくださった私、心強いですなんて言えたらいいでしょう。不安でトゲなる言葉を発する人はいます。まずは笑い飛ばしてトゲ抜きをしましょう。そしてなんだかよくわからないから怖がっている人と一緒に正しい知識を積み重ね、転換サポーターになっていただきましょうね。この動画で私が皆さんにお伝えしたいことは3つあります。1つ目は、パープルデーは転換によって差別や孤独を感じている人たちに、あなたは一人ではない、応援するよと伝えるために始まった活動です。この日、世界各国の人が転換を持つ人々への応援のメッセージを込めて紫色のものを身につけて応援します。
みんなが楽しみながら転換への理解が深められるように、施設の電飾が紫色で飾られたり、サッカーやプロバスケットボールなどの応援イベントが各地で開催されています。概要欄に各地のパープルデーの紹介をしていますのでご覧ください。余談ですが、紫はユニセフ親善大使でもある K-POP のアイドル BTS のテヒョンさんが紫色に染まった客席を見て、ボラヘ、紫するよという言葉を生み出しています。虹の最後の色である紫のように、相手を信じてお互いに末永く愛し合おうという意味が込められているそうです。ボラヘ、紫するよ、アイパープルユーという言葉は今や BTS のファンのみならず著名人たちにも使用されています。紫は愛の色なんですね。素敵ですね。あなたも3月26日何か紫色のものを身につけて、一人じゃないよ、応援してるよのメッセージを伝えましょう。もちろん私もこうやって紫色の着物で参加します。ハッシュタグパープルデイとつけて SNS でこの動画をシェアしてくださるだけでも応援メッセージになります。パープルデイのあなたのワンアクションが転換の人々への応援になります。二つ目は、あっけらかんが一番、笑い飛ばした者勝ち。差別もあるでしょ、偏見もあるでしょ。たとえ無知から出た言葉や態度だとしても不快です、悲しくなります。でも無知で臆病な人間の言葉に傷つけられないためには、不快なこと悲しいことにこだわるより出鼻をくじくのが効果的。あっけらかんと笑い飛ばしましょう。あっけらかんと笑い飛ばすはやってるうちに癖になります。まずはお試しあれ。3つ目は、病気は誰のせいでもないんです。罪悪感なんか持っちゃダメ。子供が転換になるのは親のせいではないの。もちろんおじいちゃんやおばあちゃんのせいでもない。転換になる理由は大脳が発達した哺乳類だっていうこと。転換に産んでごめんなさいなんていうのは、哺乳類に産んでしまってごめんなさいって言ってるようなもんなのよ。転換であろうがなかろうが、無知な人々の言葉に振り回されずに胸を張って生きればいいの。病気とともにどう自分らしく生きていくかってことが大切でしょ。本日はパープルデイ啓発チャンス到来、あっけらかんが転換への誤解や偏見を吹き飛ばすについてお話ししました。この動画を見てためになったと思ったら、ツイッターやフェイスブックで拡散をお願いします。またチャンネル登録お願いします。本日のまとめ、一つ、パープルデイのあなたのワンアクションが転換の人々への応援になる。一つ、転換への誤解や偏見を吹き飛ばすには、出鼻をくじくのが一番。あっけらかんと笑顔で吹き飛ばそう。一つ、転換であろうがなかろうが、無知な人々の言葉に振り回されず胸を張って生きよう。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録をお願いいたします。